その隙を逃さないっていうのは素晴らしいチームだなと思いましたね、宇都宮に関しては、うん、やっぱりちょっとでもこう、ラインが下がったりもするとそこでシュートを決めてきた強い試合だと思いますし、こちらのミスを確実に点につなげる、そんな本当にあの試合巧者が揃ったそんなチームだというふうに感じていました。なのでそれをフィジカルに消していった時っていうのは苦しいシュートも打たせたと思いますけれども、やっぱりあのその中でもあのこうやって違いを生む選手が2人生まれてきた、2人で違いを生む選手がいて、そこがやっぱりこの試合を分けたっていうのは、やっぱりそこは相手もやっぱり一番上手だというふうに思いますし、こちらもやっぱりアグレッシブに行こうって決めたことによってビッグマン そのアグレッシブさも今日は全然違ったと思うので、そういう意味ではやっぱりこういう戦い方をいろいろ織り交ぜながらいけばまた、違った展開を埋める、そんなところも見れたかなというふうに思います。あのやっぱり一発勝負でウィン・オア・ゴー・ホームの試合で負けたのでやっぱり悔しいですし、去年の成績に追いつけなかったというところに関してはあの本当に悔しい思いなので、もう一つはまあ、やっぱりシュートパーセンテージに関してもやっぱり納得いくものではないと思うので、そういう意味ではあの悔しがっている選手も多かったというふうに思いますし、スタッフもあのものすごく悔しかった、そんな状況です。